はい、今日は、ゲートラダーの特徴とその操船時の注意点について見させていただきます。ゲートラダーは、普通の回と違いましてかなり、操縦時の運動特性が違っておりまして、例えば、この図にありますように、非常にその用語といいますか、進路方向と船首の方位の違いですね。これが少ないためにですね、時々舵が効かないというふうに今勘違いされる方も大勢おられます。まあ、今日はそのあたりを重点的にお説明いたします。これが、現場の声って書いてますけども、まあ、いろんな、視点でゲートラダーの特徴を、示させることが多いんですけども、特にその燃費性能に関しましては、皆さん幾度に、燃費が非常にいいとか、よく走るとか、しけにあっても速度が落ちないとか言っていただけます。これは非常にまあ共通していいポイントであります。一方、航海時の操船性につきましては、いい面、それからまあ少し変だなというところですね、両方ございます。で、いい方はですね、まあ共通してまして、まあ、まっすぐ走るといいますか、挺進すると、ふらふらしない、それからしけの時にあまり揺れないという、そういった表現も、聞こえてまいります。一方で、時々ですけども、舵を聞いた時にですね、聞き始めが弱いのかなというふうなことがあります。それから、追い潮で舵が効かないと。ただ、これはおそらくどの舵も同じなので、まあ、後で、説明、したいと思いますけども、今回は特にその効き始めが弱いというポイント、これについて説明させていただきます。それから、離着3時の操船性、につきましては、まあ、いい方で言いますと、まあ、舵を切ると、まあ、クイクイと敏感に反応するというふうな、反応がいいという表現、それからクラビングというですね、非常に強い、操船モードがありまして、それが有効だという話、それからちょっとまあ視点は違うんですけども、アンカーが強いと、アンカーがですね、入れた場合に船が装備をしないということだと思うんですけども、アンカーが強いというような表現が聞こえます。で、それでまあこの逆って言いますか、クラビングの話になるんですけども、クラビングに前進してしまうというふうなコメントもございます。それから、これはまあ入港時ですね、いわゆる航海時と離着3時の中間的なフェーズって言いますか、ポイントだと思うんですけども、ここについては操船性はいいという方もいるし、やはり同じようにですね、一瞬舵が引かないという表現で指摘されることがございます。で、これがなんとなく実際のデータと合わないので、今回まあ説明させていただこうと思っているところでございます。一瞬舵が引かないというですね、舵の効き始め弱い、これは何を意味するかということなんですけども、もしですね、舵が効かない、一瞬舵が効かない、何が起こるかと言いますと、まず考えますのは、浮き足がついてしまって、なかなか船が旋回しないということなので、いわゆる旋回試験において、まあ、アドバンスですね、前進時の、まあ、浮き足がずっと残ってて、なかなか、旋回できないというふうなことが起こるんですけども、実際にデータ見ますとそうじゃなくて、まあ、アドバンスは、まあ、同等になってます。で、まあ、アドバンスそのものがですね、実はその旋回速力と関係するところがございまして、後半になってきますと、まあ、普通の舵はその速力が落ちて、まあ、中に入ってくるというような、モードになりますので、若干アドバンスが増えることはございますけども、初期について言えば全く問題なく同じような能力を持ってございます。で、後の旋回系につきましては、これは逆にですね、速力が速い遅いというところで、決まっているところでございまして、どちらが安全かと言いますと、むしろこの青いですね、旋回系がやや大きいんですけども、速力が大きい方が
安全ではないかというふうに思ってます。もちろん IMO の基準値がありまして、この中に十分入っているという条件は必要ですけども、この中であれば、速力が落ちてですね、旋回径が小さいというのが必ずしもいいとは思いません。それから、Z 試験ですね。これはその Z 試験しますと船の反応を見るわけですけども、逆にこれは Z 試験をしますとゲトラダのがいいので、これも逆にその一瞬舵が効かないとか舵の効き始めが弱いというのと反するわけですね。じゃあなぜそういうふうに感じるかというところです。で、一番いいそのエビデンス、証拠と言いますと、もう2年前になりますけども、道警船ですね、ゲートラダーを積んだコンテナ船で、フラップ舵を積んださくらという船と、それからこの前にあります、見えます、重信ですね、これはゲートラダーを積んでる船なんですけども、同じ海域でですね、コースさせていろんな性能を比較した例がございます。で、これは、このようにですね、約前方300メーターぐらい前を、収録が走っていると。で、後ろは柵がついていってるんですけども、これはヨーイングですね、船の揺れを、先週揺れを見たものですけども、揺れがかなり減っているというところですね。同じ海域ですので、同じような環境になっている。で、水ももちろん同じですし、速力も同じということで、同じような条件での試験なので、非常にフェアな比較ができているというふうに考えます。で、ここで、旋回径と見ますとですね、どうかと言いますと、右の方にありますように、青がゲトラダーですね、重信の例で、赤がサクラの例で、 IMO 基準がここにありまして、両船とも十分に入っているわけですね。政府安全的な観点から言うと全く問題ない2船とも。ただ、小さい方がいいというふうに思われる方も多いんですけども、実は、この時のですね、速力を見ますと、下の方の図にありますようにかなり違うんですね。いわゆるこの赤いですね、普通の舵はですね、この辺から急激に速力が落ちてまして、スピードが落ちてブレーキがかかって中に入ってるわけですね。で、これは本当にじゃあいいんだろうかと言いますと、例えばこちらにあるフェリーで転覆したということで、海上技術安全研究所で試験をしたことがございますけども、安全な方はですね、これ実はこの青い方で、旋回径が大きくて速力が落ちない方が安全であって、速力が落ちまして旋回径が小さいケースで転覆しているということを見ますとですね、必ずしもこういうですね、小さい半径で、旋回するっていうのが良くはないと。もちろんその IMO 基準の中での話ですけども、そういうふうにですね、旋回径が小さいというところにも速力との関係があるということでございます。で、今回、今日の、本題ですけども、舵利きが一瞬悪い、初期の舵が効かないというのは本当に、どうなんだろうか。それから、ゲートラダーですね、ゲートラダーのですね、その特徴としまして、どんなことがあるかと言いますと、これがそうなんですけども、普通舵はですね、舵を切りますと、確かにその船首方位は変わっていくんですね、こういうふうに。ただし、進路はあまり変わらないという特徴があります。すなわち、お尻をですね、船尾を振りながらといいますか、船首の、方位がですね、だんだんと、変わっていくんですけども、それは船尾の横流れといいますかね、そういうふうなものによって起こっている現象で、実際にですね、進路が変わっているわけじゃありません。いわゆる、横滑りをしているような、ドリフトをしているような、モードで船は動いています。一方、ゲートラダーはですね、舵を取った瞬間に、船首方位もそうですけども、進路も変わっていくんですね。
したがって、まあ、こういうふうに変わっていってるんで、実際にその舵を聞いてるのは、むしろそのギョテラタの方ではないかというふうに考えてます。ただこれはその普通の舵はですね、急に方位が、船首方位が変わりますので、一瞬舵が効いてるというふうに思われる。ただし実際には舵は効いてないというふうに思うわけですね。で、これを具体的にデータを拾ったものが、先ほどの合同試運転なんですけども、まあ、これは神戸の沖の、淡島ですね。ここで今速力試験、旋回試験、それから重座試験、いろいろやってございますけども、まあ、そこで、実際に同じような会社、同じような条件で Z 試験、二重で Z 試験をやった時のデータをご紹介します。で、これが実際そうですね。これが通常舵の時系列で、こちらはゲートラダーの時系列になってます。で、これは黒いのが、座角の時系列ですね。20度を切って、船首方位が20度変身したら逆の舵を切るという、いわゆる普通の二重舵試験をやってます。で、そのここで分かりますようにですね、普通舵の場合、通常舵の場合は舵を切った、まあ、瞬間からだんだんと船首方位が変わります。ただ、重要なことは進路は変わってないんですね。いわゆるこれは横滑りをしている状態になってます。一方、ゲートラダーはですね、舵を切った瞬間からそれほど大きな船首方位の変化はないんですけども、進路も変わってきます。ということで、実際にその船を、ま、曲げてるっていうか、船を、操縦的な意味からその変身させてるというのは、むしろゲートラダーであって、こちらの通常舵は、まあ、ドリフトしてるというところがありまして、ただ船首方位が変わっているので、その中にですね、操船している方から見ると船の方位が変わるので、舵が効いているというふうに思われる方も多いかと思います。で、その、まあ、データをですね、操縦性試験すべてのデータでですね、座角とその舵って言いますかね、舵というのは、船首方位とそれから進路の違いですね、いわゆる横流れ、横滑り、それを取ったものですから、これ見ますと明らかにゲートラダーの横滑りっていうのはないんですね。いわゆる、進路とそれから、船首方位が近いと、いわゆるそのお尻を振ってないという、そういう状態が維持されています。一方、普通の舵はかなり大きなですね、アングルを持っていると、すなわち横滑りをしているということが一目で分かります。で、これは、そのですね、データ、先ほどのデータですね、20度 Z 試験のデータをアニメ化したもので、全く同じデータですけども、まあ、どういうふうにですね、なっているか。これは上からですね、空中から線を見たものになりまして、こちらは、上の方がですね、ブリッジから見た状態、すなわち、舵が効いてる、効いてないとかですね、そういった感覚はおそらくブリッジから見た周り周囲の景色によって、感じられるのかなと思います。で、それをちょっと、お見せいたします。で、これは今舵切った瞬間ですね。で、赤がゲートラダーで、青が普通舵です。で、当初はまああれですけど、だんだんと舵を切りますと、先にですね、やはり大きく動いているという景色が大きく変わるので、舵は効いているかのように思われるんですけども、実際にですね、船が動いているのはむしろこちらの方であって、この青いですね、普通舵のものは、船の方位は変わるんですけども、ほぼまっすぐ行ってる。だから、こういう障害物ありますと、これ、かわさないような感じになってまして、むしろ安全なのはゲートラダの方ではないかというふうに思います。まあ、こんな感じでですね、実際にその、舵が効いてないと思われるという原因の一つには、おそらく、その、ブリッジから見たですね、周囲の景色がですね、あまり変わらないというところがあるのかなと。すなわち、横滑りが大きい、普通舵の方が、
その海藻運動が大きく見えて、船が変身したかのように見えるのじゃないかなというふうに考えられます。まあ、結論ではないんですけども、まあ、現場の声としてゲートラダーは、操作の初期に一瞬かじきかないようだとの指摘が何度かありました。で、ただ航跡を見ると、まあ、そんな経過なく、むしろ、操作初期のかじきはいいというデータが多いんですね。したがって、これはなんかそのデータだから見るとおかしくないんですけども、感覚的なものとして何かあるということで知られたところですね。どうもその横流れって言いますか、船の横流れが小さいという特徴が逆に舵が効かないというふうに思われている可能性があるということですね。ただ横流れっていうのは非常にその問題が大きくてですね、これがやはり大きいと船体抵抗が増えたり、それから、まあ、振動安定性ですね、舵を切ったけどなかなか戻らないというそういうこともありますし、それからもちろん波動中の船体運動も大きいということで安全に影響します。という意味で、むしろその用が少ない、横滑りがないというのがいい性能なんで、まあ、これをうまくですね、分かっていただいて操船すると、まあ、安全で、効率的な運航ができるのかなというふうに思っております。